私がジェダイ評議会を信用できないでいるのは知っておるな。君には声がかかってないかな。そのうちかかる。何のことか分かりませんが。私が抱く疑惑、君も感じておるはず。評議会は共和国の支配を狙っておる。私を裏切る気だ。まさかそんな。アナキン、分かっているはずだ。彼らが私をどう見ているか。あなたを信じていません。元老院も共和国も民主主義すら信じてない。僕自身も彼らへの信頼が揺らいでいます。なぜ。やましさを感じるような任務でも命じられたかね。私をスパイしろと言われたな。僕の口からは何とも言えません。修行の初期に教わったはず。力を得た者は皆失うことを恐れる。ジェダイでさえも。ジェダイは力を善に用います。善と悪は表裏一体。シスとジェダイはほとんどの点で似通った存在よ。より強い力を求める点でもな。シスの拠り所は強さだけです。彼らは自分のことしか考えていません。ジェダイは違うのか。ジェダイは自分を捨て他者のことのみ考える。アナキン、君は賢人ダース・プレイガスの悲劇を聞いたことがあるかね。いや。そうだろうな。ジェダイが話すわけがない。シスの伝説だ。ダース・プレイガスはシスの暗黒王だった。偉大な知性と力を備えた彼はフォースを使ってミディクロリアンに影響を与え命を作った。暗黒面を知り尽くしたプレイガスは愛する者を死の淵から蘇らせることさえ可能だった。本当に人を死から救えたんですか。フォースの暗黒面は誰もが到底不可能と考えるようなあまたの力を得るための道で、彼はどうなったんです。無敵となった彼が恐れることはただ一つ。力の弱ること。事実そうなった。不幸なことには彼は知識のすべてを弟子に伝えていた。その弟子が寝ている彼を殺した。皮肉よな。他人を死から救えても自分は救えなかった。その力は学べるのですか。ジェダイからは無理。